リチャード・ブレイク・パーカーは、アメリカ合衆国アーカンソー州ワシントン軍、フェイエットビル出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のクリーブランド・インディアンス所属。愛称は、BEG。2006年の MLB ドラフト16巡目で、シカゴ・カブスから保守として指名され、6月10日に契約。ルーキー級アリゾナリーグ・カブスで39試合に出場。 保守の他に一塁種や三塁種としてもプレーし、打率262、日本塁打、18打点を記録した。8月に A 級ピオリアチーフスへ昇格し、9試合に出場した。2007年から投手に転向。まずルーキー級アリゾナリーグでプレーし、11試合に登板して1勝0敗にセーブ、防御率1.80、14奪三振を記録した。 8月に A-9 ボイシホークスへ昇格。8試合に登板して1勝0敗、防御率3.18,10奪三振を記録した。2008年はまず、A 級ピオリアでプレーし、23試合に登板して3勝、0敗3セーブ、防御率1.33、51奪三振と高騰。6月に、トリプル A 級アイオワカブスへ昇格。2試合に登板したが、 防御率6.00と結果を残せず、7月に A 級デートナカブスへ降格した。A 級デートナでは20試合に登板して1勝2敗、9セーブ、防御率3.38、21奪三振を記録した。2009年はまず A 級テネシースモーキーズでプレーし、10試合に登板して0勝0敗3セーブ、防御率1.46、19奪三振を記録した。 5月に、トリプル A 級アイオワへ昇格。45試合に登板して2勝3敗22セーブ。防御率3.00。58奪三振を記録した。オフの11月20日に、カブスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2010年3月19日に、トリプル A 級アイオワへ移動した。トリプル A 級アイオワでは35試合に登板して1勝4敗2セーブ。 防御率4.74、42奪三振を記録した。5月に AA 級テネシーへ降格。13試合に登板して0勝1敗五セーブ、防御率2.65、25奪三振を記録した。オフの10月14日に40人枠を外れ、トリプル A 級 i o ワへ配属された。2011年はまず AA 級テネシーでプレーし、16試合に登板して1勝2敗3セーブ。 防御率4.12、20奪三振を記録した。5月に、トリプル A 級アイオワへ昇格。37試合に登板して3勝3敗4セーブ、防御率2.81、60奪三振を記録した。2012年は、トリプル A 級アイオワで開幕を迎え、5月17日に、カブスとメジャー契約を結んだ。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、メジャーデビュー。 7回表から登板し、12、3回を投げに編んだ、3失点だった。4試合に登板していたが、6月6日に、右肘の故障で60日間の故障者リスト入りした。8月28日に復帰し、3試合に登板したが、9月7日に、再び右肘の故障で60日間の故障者リスト入りした。オフの10月26日に故障者リストから外れたが、 同日に40人枠を外れ、トリプル A 級アイオワへ降格した。11月28日にカブスとマイナー契約で再契約した。2013年はトリプル A 級アイオワで開幕を迎え、16試合に登板して0勝1敗7セーブ、防御率2.04、26奪三振を記録した。6月1日にラファエルドリスが故障者リスト入りしたため、 再び、カブスとメジャー契約を結んだ。その後は、リリーフに定着し、49試合に登板して1勝2敗、1セーブ、防御率2.72位、55奪三振を記録した。2014年3月22日に、トリプル AQIOA 同士、そのまま開幕を迎えた。4月13日にメジャーへ昇格。2試合に登板したが、 いずれの試合も失点するなど結果を残せず、4月24日に、AA、A、級アイオワへ降格。5月27日にウェズリー・ライトが、父親3級リスト入りしたため、メジャーへ昇格。1試合に登板したが、29日に、ライトが復帰したため、AA 級アイオワへ降格した。7月6日に再昇格。2試合に登板したが、7月11日に、ダーウィン・バーニーが、 父親3級リストから復帰したため、トリプル A 級アイオワへ降格。7月26日に再昇格し、2試合に登板したが、30日にトリプル A 級アイオワへ降格した。8月1日に、フェリックス・ドゥブロンが加入したが、同日に故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。2試合に登板したが、8月2日のロサンゼルス・ドジャース戦で延長12回に、 ハンリー・ラミレスから3点本塁打を打たれ、サヨナラ負けを喫したため、5日にトリプル A 級アイオワへ降格した。8月21日に再昇格したが、翌22日にトリプル A 級アイオワへ降格した。9月1日にセプテンバーコールアップで再昇格し、シーズンを終えた。2015年5月6日に自由契約となり、15日にマイナー契約で再契約。 トリプル A 級アイオワに配属され、そのままシーズンを終了した。オフの11月6日に FA となった。2015年12月17日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年の開幕は、参加のトリプル A 級タコマレーニアーズで迎え、8月4日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボストンレッドソックス戦で1回を無失点に抑えたものの登板はこの1試合にとどまり8月6日にリーフとなった。2016年8月9日にウェーバー工事を経てニューヨークヤンキースへ移籍した。ヤンキース加入後は16試合にリリーフ登板して1勝と1セーブを挙げたが 防御率4.96ホイップ1.47という数字が示すように投球内容はいまいちだった。マリナーズでの1試合を加えると防御率4.67ホイップ1.50という成績だった。2016年10月5日、ウェーバー工事を経てロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。11月18日にディーフとなり23日にウェーバー工事を経て ミルウォーキーブルワーズへ12月23日にウェーバー工事を経て再びエンゼルスへ移籍した。2017年1月19日にリーフ24日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属された。4月2日にメジャー契約を結んで開幕ロースター入りした。同年はリリーフの中心としてチームトップの71試合に投げ、 3勝3敗8、セーブ、防御率2.54と、自己最高の成績を上げた。2018年は67試合に登板し、防御率は3.26と、前年から下がったが、クローザーとしての起用が増え、14セーブを記録した。オフの11月30日に、FA となった。2019年1月14日にミネソタツインズと1年180万ドルで、 契約を結んだ。7月24日にリーフとなり、27日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された後、29日に FA となった。2019年7月30日にフィリーズとメジャー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となったが、2020年2月5日にマイナー契約で再契約した。 2020年8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月30日にマイナー契約となった後、同日中に FA となった。2021年2月16日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕後、6月5日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。ありがとうございます。